現在でまだ思春期症状はないってことですし、お父さんお母さんの身長が高いことから盤石である可能性は高いと思います。平均的にお父さんと平均的にお母さんから平均で子供が生まれたのは分かるわけですね。まずですね、結論から言うと、何も食べさせないっていう選択肢はない。何か食べさせてあげた方がいいと思います。運動した後にタンパク質を摂取するのは明らかに吸収率上がるはずですので、まず摂取、ね、していただいていいと思います。でその中ではプロテインするのか食事するのかはケースバイケースかなってところと、疲労感だったりだとか、あとですね、現在の体脂肪率がどれくらいかってところですね。子供ですし、この文章なんとなく予想するにかなりスポーティーな家系ですので、肥満体系ってことはないかなと思うんですけど、いわゆるですね、肥満であれば脂肪をたくさん蓄えている状態は成長ホルモン分泌にとってマイナスになるので、体脂肪率がガンガンが増えていくような生活習慣はやめなくてはいけないです。一方でタンパク質の摂取はした方がいいですし、運動が終わった後っていうのは吸収率がある程度上がるというふうに考えられるので、積極的に食事もしくはプロテインどちらでもいいと思うんですけど、食事で取るとすればタンパク質の多いようなものを取っていただく方が身長にとってはいいと思います。ですので我慢させる必要はないです。でそこだけねご理解いただければと思います。靴底がすり減ってるっていうのはね、最初のキーワードになってきます。靴底がすり減ってるっていうのは、歩くときに右だけすごくするとか左だけすごくするとか、そういったような現象が起きてるってことを指しています。その原因っていうのは単純に癖かもしれないし、おっしゃる通り骨盤のズレや O 脚でなるかなって言うとちょっと何とも言えないんだけども、骨格異常でもなる可能性はあります。例えばね、足の長さって右と左って実は正確に測るとちょっと違います。1センチぐらいの差であれば全然あります。まあね、もしかしたらそういったような骨盤のズレだったりとかですね、脚長差っていうんですけども、足の長さが左右でもしかしたら少し違うのかもしれません。ただし左右差があるとか骨盤のズレがあるってことが身長の伸びに影響するかっていうと、あまり影響はしないと思います。もちろんあまりにもね差があるような場合はちょっと注意が必要かもしれないんですけども、基本的には関係ないかなと思います。これはね、診断は結構簡単でレントゲン何枚か取ってしまえばすぐ分かっちゃいますので、そういった意味だと検査してスッキリとねしてみてもいいんじゃないかなと思います。で現在でまだ思春期症状はないってことですし、お父さんお母さんの身長が高いことから盤石である可能性は高いと思います。ただしそこを確定させるのであれば、やはりですね、レントゲンと採血を取って盤石であるってことでしっかり確定させると、より自信を持ってね臨めるのではないかと思うので、まずそれがおすすめになってきます。サプリメントに対しての理解をね、もう少し深めていただきたいなと思うんですけど、サプリメントは基本的には足りないものを補充するっていうような概念になってきます。つまり半熟であろうが早熟であろうが、足りないものがその子にあってある程度補充してあげる方がより一層いいのではないかというふうに私は思います。一方でサプリメントによって劇的に成長が改善するかっていうと、そういったことでもなくて、学会からのサプリメントに対する過剰な期待やめてくださいみたいなね、明言もされているほど注意が必要にもなってきます。明確にですね、手足が長く細いから将来身長が高くなるとか、そういったことをお伝えするのは難しいと思います。ただしそういったようなイメージはなんとなくありますよね。身長が高い人でなんかスラーっとしてるような印象があると思うので、そういったのが研究として発表されただけで、そういったようなもしかしたら傾向はあるのかもしれません。少なくともですね、お父様お母様も同じような体型でいらっしゃるのであれば、盤石っていうような傾向はあるというふうに考えることもできるかもしれません。まずは影響があるかないかっていう質問に関してと、影響が全くないってことはないと思います。それはもちろんですね、骨をある程度傷つけてるってことは推定されますので、全く影響はないっていうことは考えにくいかなと。ただしめちゃくちゃ影響があるかっていうと考え方次第かなっていうところで、すごく影響があるようなことはないと思う。で今回は骨端線付近っていう表現があるけども、骨端線を大きく損傷したわけではないのであれば、そんな影響があるってことはないと思います。ただし仮に骨端線をガツンと怪我しているような場合であれば、左の足だけ短くなるようなケースはありますので、その点は注意が必要になってまいります。あとは全体投資なんですけども、骨を損傷したりすると骨の代謝のリズムが狂うので、プラスに働くのかマイナスに働くのかってですね、誰もですね研究してないと思いますし、研究し得ることがね難しいと思うので、結論出すことは難しいと思うんですけど、何かしらですね骨代謝に影響を与えているのは事実だと思います。具体的に骨代謝が一時期上がるというふうに推定されるんですけど、それがどういうふうにですね体質的身長に影響があるかって申し訳ないですけど、私でもわからないですね。少なくともね、今回に関して言うとあんまり気にしすぎてもしょうがないんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
今の時点だとなかなか160のペースには乗っかってないというふうに考えます。ですがお父さんも、ね、180センチと身長が高いことからは若干ですね、ここから上振れしてくれるような可能性も期待できると思います。お母さんにってことでそこも心配されてるってことなんですけど、確かにお母さんの成熟の過程に似てですね、お子さんもですね成長するケースはありますので、ガンガン伸びないっていうような可能性もねあるかなと思います。少なくともですね、まだ6歳3ヶ月あれば諦めることなくですね、しっかりと身長に伸ばす努力をしていただいて、まずはですね成長の記録をしっかり残していって、できれば専門のクリニックで相談してしっかりと160センチを、ね、目指していくといいと思います。正直言うとしっかりとフォローアップしていけば160はいくんじゃないかなというふうに思っています。これはですね、ある意味正しい部分もあると思います。例えばちょっと極端ですけども、運動しすぎてエネルギーが補給されてないような状況だと、当然身長伸びるのは阻害されます。誇張した表現になるけどね、栄養失調みたいなね、そういった表現になってくると、当然身長の伸びはね、悪くなってしまうので、スポーツされてかなりエネルギーをね、放出する、体の中が出ていくのであれば、それもやっぱり入れてあげる必要があると思います。それを管理する上においては、採血データ少し見たりだとか、一番わかりやすい体重管理かなと思います。極端に痩せすぎてないっていうところ、そういったところにしっかり管理していくことが日頃のデータとしては大事になってくるのではないでしょうか。少なくともね、痩せすぎないようにだけご注意ください。太りすぎもね、良くないんだけどね。シーバーに関して言うと、これですね、足のかかとの部分の骨端線の病気というかですね、小さな子供が痛みが出る場所なんですけども、これもですね、オスグッドと答え同じで、関係ないということはないと思います。ただし、心配する必要はないかなというような感じです。さらになんですけども、オスグッドは大人になってからもね、症状残ったりする方もいらっしゃるんですけど、シーバー病でずっと痛みが残ってる方ってほとんどいないので、オスグッドよりもシーバーの方が気にしなくていいかなと思います。オスグッドはね、こちら、新潮先生に聞けの8かな。ぜひ見てください。結論としては、どちらでもいいとは思うんだけれども、私は給食をおすすめします。どうして給食におすすめするかというと、タンパク質が 40g プラス牛乳っていうことは、タンパク質の摂取量が多いですよね。しかもそれが300円で手に入るというのは、超格安、コスパ最強というふうに言えるのではないでしょうか。給食がいいとか、弁当がいいかとか、ケースバイケースなので、いろんなパターンがあると思いますので、なんとも見られてます。今回のこの文章だけでいくと、タンパク質 40g 摂取できるプラス牛乳がついて300円であれば、私はこの件であれば給食をお勧めします。まずはですね、目標設定をしっかりとするってことが大事かなと思います。高身長というふうに記載がありますけど、お父さんはすごく高いですので、180センチというような形であれば、1歳だとちょっと微妙なんですけども、3歳ぐらいであればですね、しっかりと180センチのペースというのは存在します。ただし、いろいろ私もですね、見させていただいている中で、3歳とかのデータが最終身長と相関関係が強いかっていうと、あまりないかなっていう気もしてます。なので、なんとも言えないなっていうのは正直な感想です。ただし3歳とかでもデータはあります。例えばなんですけども、3歳0ヶ月 100.3 センチあると最終的に184センチのペースになりますので、まず一つは、ね、3歳の誕生日の日に100センチを目指していただいて頑張っていただくというのは一つかもしれません。ただし1歳から3歳の時期ですね、運動を頑張れって言っても運動もできないですし、できないというか本能に任せるしかないですし、睡眠もですね、眠い時寝ると思いますし、十分睡眠時間取られてると思いますし、食事に関してとちょっと、苦手なものがあったりだとか、食が進む子もいれば進まない子もいるというような形になると思うので、そういった面で食事が一番改善しやすいのかなという印象になってまいります。ただ特定の栄養素を摂取してほしいとはこの年齢だとなかなかないのかなというような気がしますし、採血もね、定期的にするとこの年齢だとなかなか難しいのかなというような気もします。ですので少なくともバランスのいい食事をですね、しっかりと心がけていただいて、まずは3歳 ですね、そういった数値を目指していただくというのはいかがでしょうか。同じようにですね、どうなんだろうって疑問を持っている方も多いと思います。平均的なお父さんと平均的なお母さんからは、当たり前なんですけど、平均的な身長のお子様が生まれる可能性は高いです。これはもうほぼね、間違いないと思います。私の方でもいろいろ拝見させていただいても、その傾向は強いかなというふうに思います。身長かお子様の身長を求めるときはですね、例えば男の子であれば、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割る2をすると、遺伝的なですね、推定される身長が求められます。170足す100
158冊13割2をしていただくと大体170ぐらいになると思うんですけども、平均的にお父さんと平均的にお母さんから平均で子供が生まれたのは分かるわけですね。なのでですね、式を勉強していくと、そのプラスマイナス9センチするなんてね、単語が出てきたりするわけで、誤差が出やすいこと、出にくいこと。例えば、お父さんとお母さんの合計がですね、今回だと328になるわけなんですけど、合計値によって遺伝的な身長が決まるわけなので、合計の和が一緒であれば、どんな組み合わせでも同じ結果になってしまうわけですね。例えば、お母さんの身長が148で、お父さんの身長が180センチでも同じ合計値になるわけなので、同じですね、遺伝身長が求められるわけなんですけども、同じ結果になるかというと、やはりそうではないと思います。お父さんが180センチ、お母さんが148センチでも、この方が、より一層ですね、高くなる可能性もあれば、低くなる可能性もあるでしょうという表現になると思うので、よりばらつきの強いデータが得られることが推定されます。参考になりますでしょうかね。また、平均を大きく上回って伸びるためには何が必要でしょうかということですね。これもですね、普段の動画を見ていただければ、もしかしたらね、聞いたセリフがあるかもしれないですけども、何か一つだけをやって、身長が大幅に改善するということは期待しない方がいいです。ちょっと厳しい言い方かもしれないですけども、例えばですね、平均よりも大きく上回りたいというのは、すごく偏差値の高い学校に合格したいわけですね。その時にですね、何をしたらいいですかっていう質問を受けて、先生はやれること全部やってくださいっていう表現だと思うんですね。例えば夏期講習だけを受けて受かりますとか、この問題集だけで受かりますとか、この授業を受けるだけで東京大学に受かりますとか、そんな美味しい話じゃなくて、毎日毎日の宿題をこなしてしっかり成長していくとかですね、問題集も一冊じゃなくてたくさんこなすことによって学力が上がっていくのと一緒で、一個一個着実にこなしていくってことが大事だと思います。例えばなんですけども、睡眠が大事ですよとお話をしてですね、食事とかですね、運動とかそういった面全く改善しない、睡眠だけをですね改善した場合に何センチ伸びるかというと、高がですね0から1センチ程度と思いますけども、睡眠とか運動とか食事とかそういうの全部改善していくと、初めてですね大きなものがですね得られるという可能性が出てくるかなと思います。具体的に言うと、一応理論上あんまりないはずなんですよね。生物としてはある一定の伸び率を期待するわけなんですけども、これはですね、非常によくあります。まず最初の答えとしては、ほぼほぼが基本的に誤差。具体的に言うと、人間は朝と夕方です。まあ、1から3センチの身長差があるわけですよね。A study of diurnal height change among sample of adult age 30 years and above in Ghana。そういった論文を見てみても、1から3センチの身長差があるというふうに言われてますので、ほぼほぼ計測誤差が大きいんだと思います。ただし、実際私もいろいろ治療していると、すごく伸び率と伸び率ってあるのが間違いなく存在します。一つの考え方としては周期が存在するっていうようなところが正しいんじゃないかなと思います。で、それに関して言うと、そういうのを唱えている先生がもしかするにいらっしゃるのかもしれないですけど、私は直接は存じ上げてません。論文とか今回調べてないので、まあ、調べてみてもしかして出るかもしれないですけども、その周期のサイクルが比較的大きい。毛髪周期とか、まあ、肌も周期がありますよね。骨も当然そういうふうな周期がある。そういったのがおそらく存在するっていうところだと思います。あともう一つ考えられる説としては、何かしらの栄養が欠乏しているという表現ですね。例えばですけども、薬剤ある程度強制的に伸ばしてあげた場合でもですね、どうしてもですね、伸びない月っていうのが出てくるわけで、採血では確認できない栄養素だったりだとか関係しているのかなというふうに思ってますので、関係あると思います。まあ、例えば筋トレの方のお話を聞いても、トレーニング種類によってすごくこう筋肥大がしたりだとか筋肥大がしなかったりとか、食事によってもですね、まあ、理論とは当てはまらないようなですね、まあ、いわゆる個人差というところはね、すごく大きいこともありますので、伸びる月伸びない月っていうのを分析していくことによって、ケースバイケースで身長伸ばす方法が見つかるのかなというふうに思います。新規症状の判定はおっしゃっていただいたように、原則的にどれくらいのタイミングで始まるかというところが一番重要視します。なので新規症状の始まりが最も重要な項目なんだけども、その後の挙動に関して確かに違う可能性があります。具体的に言うと、始まってもその後男性ホルモンがあんまり出ないタイプと、バッコボコに出るタイプ、女性の方がそういったのは顕著なんですけど、いわゆる、ね、思春期症状として初潮が始まってもその後、ね、初潮が定期的に来る子もいればなかなか来ない子もいるわけで、そういった子は当然後々のデータも異なるような形になりますので、厳密に言うと異なるでしょうという表現になると思うので、スタートがね平均的だったら万軸っていう風なことは今後あり得ると思うんです。ただし最も重要な項目に関しては、春季が始まった時期であるということをぜひね皆さん覚えてください。